三映座は愛知県北南市にあった劇場映画館。初期には棚尾劇場と呼ばれたこともあり、棚尾三映座と表記されることもある。1897年に劇場として開館し、1937年頃に映画館に転換、1978年に閉館した。1897年頃、矢柱神社の裏手に劇場として、 三映座が開館した。初期には、棚尾劇場という名称も用いられている。当初は棚尾町だけでなく、近隣自治体から来る観客も多く、矢作川を挟んで対岸のはず群、平坂町から来る客が多かったという、三映座の観客を見込んだ商売が発展するほどだった。八柱神社近辺には作り酒屋の旦那州に支えられて、花町が形成されており、 三栄座の開館によってこの花町も発展した。大正時代には定員992人のホールを有し、演劇、活動写真、何話節などの興行が行われた。昭和初期には下流会の芸事の発表会も行われたという。1932年時点の定員は460人だった。棚尾町の玄関口だった。 名鉄棚尾駅1937年から1938年頃には映画の専門館となり、音楽演奏席を設けたりピアノを設置するなどした。1942年には客席を木製のチョイスに交換した。当時の入場料は大人15銭、中人10銭、小人5銭だったが、地蔵祭やエビス港の日には一律3銭で入場させたため、 身動きができないほどの人手となった。戦後の三映座は、小築東宝、大英、日活の上映権を有しており、優れた作品を多数上映したため、名鉄三河線に乗って遠方から来る観客も多かった。1952年には都市にある映画館のように、チョイスから一人を椅子に交換。全国映画館、騒乱1953年版によると、 1953年の三映座は276席の座席を有し、邦画全般を上映していた。映画再生期の1960年の座席数は304席だった。この年の壁南市には、旧棚尾町域の三映座に加えて、旧新川町域に新森座と浜劇と新川きねまが、旧大浜町域に鈴木座があった。三栄座と新川キネマは、 邦画全般を鈴木座と新森座は、東映作品を浜劇は邦画、洋画問わず上映していた。同年には創業者から松江館に株式が譲渡されている。1978年に三映座が閉館すると、棚尾の町全体が換算としてしまった。同年には旧新川町域の新川キネマも閉館しており、壁南市域から映画館が姿を消した。 ありがとうございます。